本当にやってしまったのは小宮深津野さんの勝ち落ちしたことです。まあもちろんそういったこともありましたけれども、まだここそうですか。まあそういう時もあるかなと。僕もですね、僕がやってしまった話というのはですね、1イニングチャック全開で投げたことです。やってしまったの。それは全く気づかなかったですか。全く気づいてないですね。っていう話があったっていう、部分で次入ってだいぶハードル上がりましたね。じゃあ、森ひろとさん。僕の話じゃないんですけど、まあ、橋本さんが契約交渉で嫁さんのハンコを持ってきて契約交渉できなかった。自分のハンコじゃないとできませんからね。じゃあ投資チームあとお二人。